郎ホーム観音駅、はい、じゃあ観音駅ですね。駅舎はこんな感じになってます。もうなんかシャレオツな感じになって、でここでのちょっとミッションを、ちょっと俺のとこが見えないんだけどやっていくと、はい、まずは駅舎を撮影しろと、はい、着いたようだね、駅を出て自動販売機のあるあたりから撮影してねと。じゃあ駅舎撮影したので、次に行きます。はい、次は駅の名前の由来にもなっている飯沼観音を目指そう。門の近くまで行ってねと。飯沼観音、325m やってこっから。あ、全然楽勝っす。さっきのに比べたら楽勝っす。まあこういう感じ。おー、だからこっちに1回行って、あ、ここに地図がございますよ。ほんと？はい、ちょっと戻っぱすぎない？あ、これ飯沼観音って書いてある。飯沼観音現在、え？これ多分あっち側で行けばいい。あっち側だね。はい、じゃあこっち側、うん、だ この道路をあっち側です。もう間違えらんねえから。あ、次の電車の時間とかもちょっと調べといた方が。あ、そうですね、確認しましょう。じゃあちょっと確認していきます。で今は10時だとして、10時27分か、いや10時27分きついか、11時44分目指して、じゃあ行きます。はい、ちょっと、あ、そうか、素晴らしい、天才じゃん。やった、天才。最近よく天才じゃんですけど、なんか天才。マツコーヒーはいかだ甘いやつ。マツコーヒー水分補充したいと思います。桃が好きなのでピーチティー、イエーイ。到着したんで次へ。門をくぐって中に入ったら観音にお参りしよう。はい、2階でクーポン券がもらえます。はい、あ、もらえますしね。クーポン券を提示するとお守りをもらえます。クーポン券、あ、割引クーポン券が出てきた。お守りの割引もうなんかね、お守り無料引き換え券が出てきた。無料お守り、うん、お参りが済んだら飯沼水中なんだこれは原氷石を見つけてね。はい、よし、ちょっと見つけましょう。これ見つけないとちょっと次進めないんで、飯沼水準原氷石みたいなのを見つけに行きます。まずお参りしてね。今時の観音様はロイヤルミタピオカロイヤルミルクティー売ってますよ。かわいい彼女ができますようにお願いします。ご縁で願いを叶えてください。千葉が早く元気になりますように。ご縁で彼女ができるんだったら安いもんよ。確かに。ご縁の彼女。お守り黒地にショッキングピンクっていういい感じのあれですね。あ、本当です。うん、これをこうやって挟んでお祈りしましょうって言われました。
で、そのさっきの水源なんちゃらかんちゃらは、はい、どれ？なんか、やったらもう、あ、着いたようだねとか言って勝手に見つけてないけど勝手に見つけられちゃったんですか？近いみたいな。近いらしい。30メートルくらいのところにあるんで、なんかどれだろうね。どれだ、あれ？あれじゃない？わかんない。これか、飯沼水準原氷石。呼び方ってよくわかんないけど、飯沼水準原氷石。日本が近代という夜明けを迎えた1872年、明治5年12月、文化財としても歴史的学術的にも価値の高いもの。すごいすごい石ってことじゃないですか、これ。すごい、これには価値わからんわ。すごいっすよ。だってこれによって全ての日本のあの高さが標高だの何だのが決められてるんですよ。ここですよ、銚子のここで、銚子にて。すごい。もうそんなことよりさ、え、次なんか佐野屋っていう店に行って佐野屋今川焼きを食べようみたいなミッションが出てる。そんなことより、はい、そうだ、今川焼き食べようよ、はい、そんなこと。あ、タピオカは？タピオカ食べる。お寺さんで、お寺さんでロイヤルミルクティータピオカ、タピルの時。これタピオカいいやん。あ、そうですか。天の弱だからそういう流行とか乗らない。乗らないです。いやー、タピいいじゃないですか、タピル。このミカミックスのこと、これがね、チーバくんのね、お顔なんです。今日は気合い入れて。もう体型もね、チーバくん体型なんでね、いいかな。めっちゃいいじゃん、今あの。プールで歩いてるって。で9月から歩き始めたから効果はまだ出てないって。でもね、そうするとほらチーマくんのあのこのお腹のところ半島が消えていくので永遠のチーマくんである。もちもち。ミンは何ですか？ミンは今川焼きだけど、はい、この家のかき氷がいいな。ミンは何ですか？かき氷。ミンだって言って、じゃあ何食べたい？冷たいもの。じゃあ山さん何食べたいですか？ソフトクリーム。クリーム。じゃあじゃんけんで負けた人が今川焼きを食べる。はい。他の2人は好きなものを食べられる。なんと。どうですか？俺関係なくないですか？いやいや。俺も。わかりました。わかりました。じゃあちょっと最初はグッじゃんけんぽい。いやマジでね、ヤマさんごめんなさい。俺が今が焼きね。まあまあちゃんと使ってた。今が焼きね。じゃあヤマさん食うんで。はい、はい、ではかき氷。俺はかき氷。あ、私どうしようかな。あ、ところてんかもしれない。美味しそう。かき氷、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 いちごミルク、いちごミルク。じゃあ、いいなぁ。長崎さんの人は。はい、どうぞ。ちょっと不思議だよ。本庄市に向かって歩いてるね。